エスタディオン・アルフレッド・ディ・ステファノは、スペインのマドリードにある、多目的スタジアムであり、リーガー・エスパニョーラに所属する、レアル・マドリード・カスティージャのホームスタジアム。名称の由来は、レアル・マドリードの名誉会長を務めた、同クラブの伝説的名選手、アルフレッド・ディ・ステファノより、2006年5月9日に、マドリード・バルデベバスにあるレアル・マドリードの練習場、 シューダードレアルマドリード内に建てられた。落成式には、ディステファノがかつて選手としてプレーした当時、UEFA チャンピオンズカップ決勝を2度戦った、スタッドランスを招いて、トップチームとの記念試合を行った。ディステファノ本人も落成式に出席し、その試合は6から1でレアルマドリードが勝利した。2019から20シーズンより、レアルマドリードに九州合併された。 クラブデポルティーボタコンもホームスタジアムとして利用している。また、2019から20シーズン途中に COVID-19 の流行により中断したプリメーラ、ディビシオンが6月に再開するにあたり、エスタディオサンティアゴベルナベウの改修工事を進めるため、エスタディオンアルフレッドディステファノをトップチームの残り試合でホームスタジアムとして使用することを発表した。ありがとうございます。